こんにちは。 It's a block pushing game というババイズユーの作者の謎のゲームです。詳細は不明。この BGM の感じといったらババイズユーですね。盤面が球の形してる。レベル1。さっきのは違うのかい。レベル1。レベル1。レベルが変わんないのがずっと気になるやつだ。わあ、何なの。斜め入力してんな。これ斜め入力すると動くな。達以上のブロックは動くな。あれ、じゃあ今までもこれは本当に動かない。この黒い部、いや動かせ、いやこれ動かないな。右下にこれ動いてくれない。うわー、え、これってあれなんだっけ、ベイブなんかそういうゲームあったよな。斜めがあり得るやつ。ベイブ・イズ・ユーだっけ。2つ以上のブロックはって押せるんだっけを試す前に変なとこ来ちゃったな。押せない。ちょっと斜めにはコツいりますけどね。レベル 1.5。 ちょっとなんかあれ、これさ、レベル普通にクリアしてないよね、私。それともあれか、何かに気づくことでレベルっていうものが上昇するってこと。え、こっから、これ分からん、どこ行ったか分からなくなっちゃうんだけど、あの右下にも何か書いてあるんですよ。 4B とか。ただねって感じだね。斜め前提の、エリアではあるが。これダメじゃないか。そこに入れな、あ、いや、なんとかなっちゃうか、なんとかなっちゃうな。 It's still a block pushing game。 これさ、普通にクリアした方がいいんじゃないのか。このさ、画面外に出るよりは、なんかまともなルートをまだ歩いてないからさと思うんだけど、どうなんだ。プラスマークがつい、ん？こっちからは押せる。あれか、プラスマークがついている物体はなんか間接的に押されることを許可するって感じなのか。こっちからだと、あの上の黒い方のブロックはそういうことを許可していないから動いてくれないみたいなことなのかな。知らんけどね。いやマジでこのゲーム盤面移動できるっていう時点でもう狂ってるんだよね。まだ狂いがあるのかな。
本当はこの斜め移動を使わなくてちゃんとパズルになってるってことなんだろうね。ちょっと僕はもう見つけちゃったからそれ前提で動くけれども、本当はそれ抜きでちゃんとパズルになってるはずだと思います。 Fun fact I made this song in 2015。これも画面外にもいけるし普通に解くこともできるよ。3つ置ければ良いだけなので、あ、これでもあれか、普通に、いやーできるよね。普通に解いたらどうなるのかなっていうのを考えようとしたけど、普通に動けるなら動くしなって感じで、これは罪ですけどね。これは全完全済んだね。こっちから行っても今同じようなフォームになっちゃうとダメなんじゃないのかと。うん、なんか、あ、今普通にやろうとしてます。上に押しちゃうとそれが崩せなくなってダメっぽい。こういうことをすると崩れるのかな。こうこの辺が崩れると、いや、この辺が崩れるとなんか嬉しいことありそう。これまともに、うえ、まともにやってます。あ、左手入れなくなってるじゃん。やろうか。こうするんだっけ。うん、なんか、はい、まともにやったぞ。A、 本当はここで気づかせるっていう感じだったのかな。 9、10、 A、 11、 The End。なんか下に書いてあるね。 You can use Ctrl plus A and Ctrl plus D to move between levels。 なんかあるらしい。なるほどね。このステージもこうあるので、これが1の B。 どれを解いたか分かんなくなっちゃうけど、どれを解いたか分かんなくなっちゃうけど、あそこに持ってくにはあそこに持ってきてあれ、あそこに持ってくるにはあそこに持ってきてあれ。これはまあいけるね。レベル1、これはどっちのレベル？右下にスターがついてるけど、これ抜けちゃったやつやったんだっけ。逆にやってないな。エリア外に抜けると ABC っていう風に増えるのか。レベルセレクターはどういうふうに動くの？これは表のレンベールだけを進めていて、星がついてるところはクリアしてるって扱いなのか。はいはいはい。だから星1の、あ、そっか、星も見えてないのか。星1の星の1尾だからここもクリアしていて、でもここより外は出られないよ。多分今の知識だと出られない。これを使って押したら実は押せるとかあるのかな。いや、出られないか。なので1はやった。じゃあ2に行こうってことで、2の表はクリア、2の裏1をまだやっていないので、これをやれるようで、これは外に出ちゃうとまた違うところ飛んでっちゃうので、
出ないように崩していきたいよね。ちょっとこれはでも一つずつしか崩せないんで、この次に崩せるやつがいねえな。足りないね。じゃあどう間違えた。最初に崩せる場所は、あ、いや、こっからこう入れるからか。それがあるのか。あるわい、あるわいな。ただいや、あるわいな。ありまくるじゃねえか。これで必要数が、こういう動き方をした限界が7個なんだな。動けないんだけど、なんかしくった。なんかしくったというか、なんかしくったね。真ん中に移動するのをやっちゃった、やっちゃったらなんかそっち側が使えなくなるって感じだよね。こっから入っちゃうと、この真ん中のあたりが崩せなくなるんだよな。入らずに真ん中あたり崩す方法あるか。ここそ後輩、いやでもどっちにせよ真ん中入ると崩されが発生しないから、ここで積み上がってクリア不可。いや、まだいけるか。これは普通に真ん中から押し込むが実は正解だったのではないか。あと2つでしょ。え、てか、うん、ほとんどいけてるやん。あれ、なんだ、ど真ん中押し込みが正解だった。で、これまだ取れるかというと、もう取れんか。これがマックスか。 OK、 2B クリア。 2B からの42B の、なんで 2C なんだ。あ、そっか、 ABC だからか。で、これ解いてなくて、いらないの1個を捨てていいんだっていうだけのステージだ。 2C クリア。 2C はさすがに外出られなかったのでこれでいいのかな。で、3をまともにまずクリアしましょう。斜めなしでクリアしたいよね、気持ちとしては。気持ちとしては斜めなしのクリアをしてあげたい。まずは標準クリア。そして、これクリアしたのか。じゃあここはやんなくていい。次、4のノーマルクリア。レベル 1.5 っていうこの上の表示は何なんだろうね。多分、そっちに押したことが不正解な気がする。ここ道にしないとダメなのよ、多分。縦のラインに2つ、1つはあれよ、また上にやって横にすんのよ。これで縦3個のラインに入ったので、それぞれの場所を戻して、まずまとも4の裏、解いて出られないと思われるので4クリア。5の、まあ、表はやった。 5B、 上に押したい気持ちの方があるんですか。押し込んでいいか。6、
表はクリアした。 6B レベル2 上の表示の意味が分かってないのがちょっと怖いんだけど、下のこの子も移動できますってさ、どかしていいのかね。この2つの入れ替えをしないといけない。いや、これでいいのじゃない。うん、全然普通でしたね。なんかまともに表クリアするよりも斜めを活用したステージの方が簡単だな。 7B 1234512345123451234 余分なものがいくつかある。 They are more like monta monologue Do these even count as level names? こういうステージは初手が分かんなくて困るぞ。とりあえず捨てとけ。多分そこにはめ直す日が来るんだろう。いや、これね、僕がたまたまゲームパッドでやってたから気づいたね。誤動作して斜め入力入っちゃったと思ったら、なんか不思議な動きをしたから気づけちゃったね。いやー、多分作者の意図するところではなかったんだろう。これはなんかブロック大事にしてあげたいけど、どうしようかな。もうここの3固まってるやつらが結構しんどいか。捨ててもいいんだもんな、いくつか。どうしよう。手を崩してあげたい感ある。最初に押すべきではなかったのかもな。まあなんとかはなる。端っこに追いやったのはあんまり意味なかったね。これ端に普通にいてもよかったもんな。Now to be exact. ?1234567個全部入れないといけないね。無駄ができない。これを下に押せないのが今回は今困ってますか。下から上になら押せるけど、これそこにやるのはアウトだろ。ということはこれをどかさないとダメだから、これをどかさないとダメだから、これはね、もう右側に入れないとダメだからダメなんだよな。僕が今やりたいことはこれをどかして、これをこっちから左下に押したいの。それをするにはこいつがどかないといけなくて、だけどこの子をどかすのが今きついんじゃー言ってますわい。こうした後に動かせないのがね、ネックだね。初手これしかないと思うけど、次の手ね、これがないからね。困っとんな。結局同じ動き方になっちゃうのが困る。あ、違うぞ。いや、違わないか。このブロックは動かせないんだ。これは。こうしてしまったら、ちょっとね、こうならない未来がないんだけどね。って思ってますけど。
あるんだけど、これなんでだっけ。ああそうか、このブロックを押すっていう挙動になるのか。これは確かにそうだけどな。なんか使うのかね。あそこにあれ押しても、まあ、意味ないもんね。うん？こうじゃないのは分かってんだよな。やっぱりこのルールであっても端っこに追いやっちゃった物体は拾えないので、ああそこか、そっかそっかそっか、この2は動くんだ。ああそうだね。いやそうだわ、その通りだね、その通りだ。ゆえにこれがこう入って入っていいのか、こうなってあとはなんとか流れで、おー違う、こっち、あー おい、ここ難しかったな。あーでここはもうこれしかないんだね。90はこうやってクリアすることになるので、11で11のエリア外はやってないか。今さ、まだクリアできるって書いてあったね。ほら、あと一つあんのよ。どっか見逃してるな。やった。こうやって探していくと全部やってるはずだね。じゃない？2やった。24やった。3やった。3B やった。まだ見つけてないステージがどっかにあるんだよな。4やった、4B やった。5やった、5B もやってるはず。6やって、6B。出られないよね。7やって、7B。あ、7B の外でやったっけ？あ、ここだ。ラスで。Purpose Level Names and That Input and って、そうだね。これ何？全部マジでそのまま並び替えればいいのかな？うわー、超辛いね。これは2つ以上動かせない石だから辛い。まあ、わかんねえよ、こんなのは。走ってくるとダメだよね。だけど、このステージに限っては崩して端に置けたら多分それはもうそれ以上使いようがないやつだ。だからそういうのはあり。ただ、押し込む壁の向きとか間違えるとちょっとひどい目に遭いそうっていうところだけ怖い。できないこの辺も崩して崩してという感じに置かれたんだよね。これってさ、この自分の右側の石はもう積んでるよな。入り口がここじゃないはずだ。
こう入ってこれを下に押せば、いや違うな、こうやっちゃって先はあるか、これを先に押してやっ、道がありそうでないわね、これ。左よりももうどうでもよくて、なんかもう右側の入り方が分かんないっていう状況。いや、いや関係ないか。この辺崩しても内側に入ることできないから、なんかどっか右の入り口どっか見つけたら、それがそれでもうって感じだね。左片付けといっちゃう。あ、左積んでるじゃん。左上が積んでたわ。ここはもうこれじゃないとダメ。いやでも右側知りたいな。私は入れる場所ってこの辺から入ってもダメでしょ。その隣が動かなくなるから。これがね、このこれマウスって見てんだっけ、これとこれがあるので、こうやって押し込んでもダメだし、こうやって押し込んでもダメなのよ。つまりこれをどかしてこっち入って、これを抜かしてこいみたいなことをしなきゃダメなんじゃないのか。あれ、ちょっと待って、これ、ん？ブロックの数合わせなくていいのかもしれない。ブロックの数を数えます。まず 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,3,4,5,6,7,8,9,10,21,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,5,6,7,8,9,11。 あ、捨て石たくさんあるんだ。なんだ、全部ジャストの数じゃないとダメなのかなと思っていたが、そうじゃないのであればいろいろ動きようがあったな。全然ためらう必要がなかった。こういうのも押し込んじゃっても別に構わん。本当かな。いやそうだよね。だってよく考えたら、この 2×2 になってるところなんて崩しようがないのにってことなんだよな。ああ理解理解理解。だから動かすことができるものは全て動かしたら、×の位置に行けるようになるよということを言っているに過ぎない。了解。じゃあまあ躊躇せずガンガン動かしていいんじゃないですか。今まで行くと、ああでもあれだよね、ああでもそうだよな、これ 2×2 ダメだなと思ったけど、下2つは崩せるんだ。斜めから入ればいいんだ。だからそこはまだなんとかなるよねって感じはあるな。できるだけ死にブロックがなくなる方向で移動はしたい、基本的に。まあ、ただ簡単に分かるようなものではないのも確かなので、踏ん張っていこうね。これをさ上に入れちゃうとさ、ちょっと動きづらくなっちゃうんだよな。その最終で必要なのが分かんないから何とも言えないけど、まだ斜めとか入れてっていいのかな。どんどん、崩せるものは崩す。
だんだん分かんなくなってきたね。足りなくない？結局最初から場所が固定になっていたこの2箇所とここの数箇所を除いたら全て移動できるようにしないといけなかったという感じか。 Anyway、 とにかくこれで完全クリアのやつが、どこだっけ、ここの外か。ここに22分の22って出てるから完全クリアです。イエイ。いやー、すいませんこれはもう完全に途中で言ったけど、僕はゲームパッドを使っているせいで、まあ誤って斜め入力が入ってしまい、割と早めに気づいてしまったというプレイングになってしまいました。普通に WASD でやってる分にはあまり気づかないと思います。これは最後まで来て、ああなるほどね、もう一周っていう風になるはずのゲームだったんですけど、なぜか僕はここで気づきましたね。3で気づいてしまった。3でこれがこう入っちゃったことが全ての原因ということで、ちょっと例外的なプレイングでしたが面白かったです。